四方田監督はインテンシティ高くというテーマでやってきてるけれども、湘南相手にあれができて、そこを強みにできるんだというふうに感じたというふうに振り返っていました。セカンドボール、球際の攻防、鹿島が来る、鹿島来た、シュート、先制鹿島、藤井のゴール。これ拾ってからですよね。ここでうまく入れ替わってディフェンスの背後でね、ファーストタッチ左足でしたけど、いいところに置けましたよね。この後ですけど、あとはキーパーしっかり見ながら、駆け引きしながらですね、逆サイドにうまく流し込んだと思いますね。しっかりキーパー見てますもんね。左足での前の持ち出しがいいところに置けたことがこのゴールにつながったと思いますし、久しぶりに横浜市が相手陣内深く入ったんじゃないですかね、鹿島陣内にね。さあ右サイド背後へ山根、折れた、判定 PK。 小川流し込んだ、同点追いつきました。冷静でした。ゴールキーパーと駆け引きして細かいステップして蹴る前にちょっと止まるようなアクションを起こしてですね、キーパーを動かしておいて、そこから逆ついてですね、キーパーに逆サイドに流し込みましたね。キーパー最後まで見てましたもんね。まあね、さあコーナーです。三田のキック、ニアする、折り返し、試合前におっしゃってましたけど、ゲームの流れに応じて持たなきゃいけない時間も、さあ入ってきた、入ってきた、チャンスだ、鈴木、もう2列目からですよね、ディフェンスの背後、ちょっと岩竹の対応が中途半端だったような感じですけど、そこのところをね、逃さなかったですよね。ぐっとね、また前にね、肩でですかね、持ち運んで、あとはしっかりとゴール前、胸ですかね、非常にうまく持ち運んだと思いますね。常本ですね。少しバランス崩しましたけど、しっかりとね、中央に詰めていった鈴木優真に対して丁寧なパスを送って、あとは合わせるだけですからね。このディフェンスへの対するディフェンスラインの背後ですよね。鈴木、ちょっといきなり後半からの立ち上がりがちょっとオープンの展開になってますね。藤井、藤井カットインからシュート、もう一度藤井、こぼれて左足、惜しいシーンでした。シュートは知念。ターゲットは鈴木です。競り勝って、さあ樋口、中知念、樋口のグランダのパス、中央こぼれてくる、藤井だ、藤井、鹿島3点目、55分、1対3。なんか今シーズンちょっとオフサイドですかね。オフサイド。藤井のゴールはノーゴールです。もっと後ろですよね、多分ね。チョコンと始めて当てましたが、ボールは横目 FC。キツカのシュート、ポスト、いや見事なシュートでしたけどね、苦しいですけど、横浜 FC 今のはもうプッシュアップしないといけないですね、最終ラインがもうどんどん上げてですね、前の選手を前に出さないと。キツカサイドマイナスシュート、ゴールイン、シュート、この怪奇のシュート、ポストに当たってキーパーの背中に当たってゴールイン、鹿島に大きな3点目。最終的にゴール決めたのは今サイドで起点になったアルト怪奇なんですよね。安西伸ばせなかったですね。深い位置前で行ってゴール前に人数十分足りてましたから、キックがね止まってパスコース作りましたからね、その余裕ありましたよね。で利き足の右でライス回してのフィニッシュですね。やっと惜しかった3点目がやっとこの時間で取れましたね。要なところ、自分たちのボールになっても深い位置ですからね、川島のゴールまではちょっと距離があるんでね、なかなか前進めないですね。ここでホイッスル、1対3、勝ったのは鹿島、2試合ぶり勝利。